先日8月26日に開業したばかりの宇都宮ライトレール、当チャンネルでは2回にわたってご紹介いたします。今回は全面展望を中心とした内容になっていますので、どうぞよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。今撮影している場所は宇都宮駅を、まあ、西口というんですかね、西口じゃねえや、東口の方向に、おお、新幹線早いな、300キロまで出ますね、宇都宮までは。宇都宮から東京方面が、まあ、時速は300キロまで出ないという、あ、ちょっと横道にそれちゃいましたね、失礼しました、まあ、小島とかビッグカメラがあったりする、まあ、こっち側の、まあ、繁華街と呼ばれる地域とは逆側なんですが、先日8月の26日に、こういうものができました。まあ、ついついライトレールっていうふうに言っちゃうんですが、まあ、正式な案内というするとライトラインという愛称が付けられております。まあ、こちらにもですね、出来たてほやほやのそういう乗り場ができていて、まあ、去年の12月にですね、水郡線に乗りに行った帰りに宇都宮駅に降りて、まあ、餃子を食ってですね、でそんでまた宇都宮駅に戻る時あたりにですね、まだ開業前のこのライトラインの様子というのを軽くご紹介したかと思います。ついつい思いますって言っちゃったんですが、ご紹介した記憶があります。あのついつい本当に思いますという使い方が最近皆さんおかしいので、僕は極力正しい使い方をするように心がけております。暑いです。で、天気予報は雨が降っている、雷がなんかすげえ鳴ってるというようなヤフーニュースの天気予報だったんですが、まあカンカン照りです。で、普段僕はあまり新規の路線ですとか新しい車両を取り上げるということをしないんですが、この宇都宮のライトライン、このライトレールは別です。というのは全くの新規路線にして、ライトレールの建設は日本で初めてのこと、まあ、それと路面電車がなかった、まあ、ライトレールというのはまあ今風の路面電車だと思ってください。路面電車がなかった都市に、まあ、軌道法という法律に基づいて、路線が開通したのはなんと昭和23年、まあ、おかんが生まれた年なんですが、関係ないですね、1948年の富山地方鉄道の伏木線、まあ、現在の万葉線高田高岡軌道線という路線以来の実に75年ぶりだそうでして、まあ、非常に今後のですね、地方公共交通の在り方についてこの問題を提起した路線とも言えます。8月26日に開業したばかりの宇都宮ライトレール、ライトラインなんですが、まず今回開業したのは宇都宮から東方向に向いた高根沢工業団地停留所というところまでの 14.6 キロです。 14.6 キロを所要時間は48分かかるということで、あまり早く感じませんが、ただこういう地方の大きな町の周辺は非常に車が混雑します。ピークの時間ですと、この駅前から芳賀高根沢工業団地まで48分で行くことは到底難しいということでございました。それと、まあ、新しい交通システムを作るとなると、まあ、大きな都市ですと地下鉄があったりですとか、まあ、そんなにそこまで大きくない都市ですとモノレール、それから東京だとゆりかもめですとか舎人ライナーとか、あと神戸の、ポートライナーとか大阪のポートランとか、そういう新交通システムと呼ばれるようなものが導入されたりするケースもあるんですが、今回本当にこの、まあ、現代版の路面電車ライトレールが、まあ、採用されたということで、まあ、本当に宇都宮に続く都市が出てくるのかどうかというのもですね、非常に注目されています。まあ、ライトレールは実際、まあ、富山の地方鉄道でもライトレールに近い形で開業した路線もありますし、前例としてはあるんですが、さっきも言いましたが全くさらの路線というのは初めてなので、それもあって今回乗車いたしますが、人の顔を映すのもなんなので、今乗り場の方を見ると結構ね、すげえ
なみにライトというのはもちろんライトレールのライト、軽いというそういうところもありますが、なんせ宇都宮雷がよくこの鳴る町としても知られてますので、雷の都ライトというのと掛け合わせております。今回開業したのは東側の区間だということをご紹介しましたが、実は駅の栄えてる方の側、西側にもライトレールを作る予定はあるそうです。どこまでだったっけ、まあいいや。ただですね、今回このライトレールを建設するにあたって、根拠のない反対運動が非常に激しく起きたことがあるそうで、その団体名がですね、以前ライブ配信でも少しご紹介したことがあるんですが、民意なき LRT 導入を阻止する会という、プロ市民団体ができたそうです。でなぜプロ市民団体かというのは、この反対運動をしている組織のバックには旧民主党、そして社民党が運営しているという事実が分かっています。そこの反対の理由が LRT 導入による自動車交通の阻害、そしてバス路線再編による乗り換えの増加、莫大な費用、建設費用による採算問題、この3つが主な理由で、バスシステムの充実、それから利便性の向上でなんぼでも起こった、ここら辺の渋滞解消できるだろうということで反対したそうです。で実際この東側の区間に建設、この開業区間の整備費というのは412億円でも非常に高額に聞こえるんですが、その民意なき LRT 導入を阻止する会というところがですね、この宇都宮の市民の方とかに1000億以上の税金が使われると、デマを言ってですね反対活動したというのがあったそうです。この1000億円というのはまだ開業予定もない、計画だけの段階に過ぎない西側地区の建設のその整備費、それも入れてですね反対活動したというとんでもないことをしております。で実際412億円のうち宇都宮市と栃木県は106億円のその出していると。でこの106億円というのは、宇都宮市の予算全体で 0.3% 程度だそうです。なので巨額な税金をという言いますが、宇都宮市クラスの大規模な都市になると106円というのはそんなに大した数字じゃないというのは、これ政治を知っていないと言えないことです。僕若干かじってましたので、そこだけは誤解なさらないでほしいです。それとちょっともう一つややこしいというのがあって、これ LRT に限らず、今日実は只見線というところにも乗りました。そこも、路線を維持管理するのに税金、公のお金が使われています。実際乗る人にとっては非常にメリットがあるかもしれませんが、この路線が走っていないところの方にもね、税金で負担をしていただくということに対して、ある程度 LRT が通っていない地域ではこの路線に対して否定的な反対の方がいらっしゃるということです。難しい話はこれぐらいにしてですね、実際宇都宮ライトライン、ライトレール8月28日に開業したばかりですが、この路線往復してみますので、また簡単にご紹介とはなると思いますが、お付き合いよろしくお願いいたします。あと今まで申し上げた情報は宇都宮ライトレールというふうに検索していただくと、Google でウィキペディアとかいろんな歴史のそういう経緯を振り返る資料など出てくるので、僕が申し上げている他にですね、ぜひご自身で調べる習慣もつけてみていただけるとありがたいです。本当に近くで見るとピッカピカの真新しい車両で、この先頭も見事にエッジが効いてて、もう近未来のそういう乗り物っていう感じです。一回お客様が降りられた後、ドアを閉めてもう一度開けて乗車という流れのようです。黒と黄色は別にタイガースカラーというわけではなく雷色ですね。そういうことだと思います。
取って現金で乗るそうです。このカーブが一番のきついカーブで、半径25メーターとかそういうカーブで、ちなみに勾配は60パーミルまで、まあ、そういう宇都宮駅東口を出た後に半径25メーターの急カーブを曲がり終えた後、ご覧のような広い通り、絹通りの真ん中をしばらく走っていきます。道路上の信号で止まったりとか、まだまだ路面電車らしいそういう雰囲気が漂っています。宇都宮ライトレールの最高速度は40キロ、 LRT の規則で40キロまでしか出せないことにはなっているそうなんですが、将来的には併用軌道では50キロ、専用軌道では70キロ、そして快速運転を実施する予定もあるそうです。
Thank you.
運転席後ろの運賃箱へお寄せください。
きましたんで、まず正面のモニター、こんな感じの非常に綺麗な見やすい、そういうものです。すごいです、これボードはね、こういうディスプレイっていうのはクオリティの高さにびっくりしました。
宇都宮大学妖刀キャンパス停留所の先からライトレールの専用の軌道を走ってきましたが、この先から再び道路との併用軌道の状態に戻ります。さっきの絹通りとは違って道路の端っこに軌道のスペースがあるので、見た目は専用軌道に見えますが、扱い上は併用軌道ということになるそうです。この状態はこの先グリーンスタジアム前を過ぎたあたりまで続きます。全19駅なのか、途中駅で入れが19駅なのかみたいなことを言ってたと思いますが、宇都宮駅から終点の博多金沢工業団地までが19駅、全部で19駅みたいです。グリーンスタジアム前です。
道路の端っこを走る併用軌道だった宇都宮ライトレールの線路ですが、この後道路と立体交差をするために一時的に専用軌道の状態に戻ります。さっきの専用軌道はあくまでも道路と立体交差をするためだけの専用軌道だったので、ここから先終点までは道路の真ん中を走る併用軌道に戻ります。
ライトレールは宇都宮駅東口を出発して14番目の停留所由比の森東ホンダカーズ栃木中央由比の森店前に到着しました。この停留所が宇都宮市内最後の停留所です。
正面に信号が見えていますが、この信号を越えた先からは宇都宮市から芳賀町に入ります。今乗っている宇都宮ライトレールに使われている車両は HU300 型という形式名なんですが、頭文字の H は芳賀町の H、 そして U はもちろん宇都宮の U です。画面右側に白地に青のラインの JR バス関東の路線バスの車両が見えてきました。ライトレール開業前まではこの地域の公共交通輸送の主役はバスでしたが、ライトレール開業後はすでにその姿もだいぶ変わりつつあるようです。終点まであと2駅です。2つの停留です。このカーブも普通の鉄道路線だったら考えられないぐらいの緩急ですよね。宇都宮ライトレールの最急勾配は 60mm と紹介しておりますが、この先の信号から 60mm の下り坂を通ります。ジェットコースターみたい、ついつい車内でジェットコースターみたいとつぶやいてしまったんですが、まさにそういう風な感じの下り坂でした。ライトレールの車両もこの下り坂を恐る恐る下っているような、そういう雰囲気を感じられました。下り切ったらまた上りです。谷底みたいな。
に公園が、大きな公園のようです。芳賀町はホンダの一大拠点の一つとしても知られていますが、2025年に工場が閉鎖される予定があるそうです。ちなみに8月の終わりまでホンダの工場と宇都宮駅までを結ぶ従業員専用のバスをホンダが走らせていたそうなんですが、そのバスを廃止して全て宇都宮ライトレールに切り替えたとのことです。ただ、さっきも少しお話ししたように、2025年に工場が閉鎖される予定があるとのことで、また状況が変わりそうですね。小1時間ほどで終点の芳賀高根沢工業団地に到着しました。で、周りに何があるのかといってもですね、特に何かがあるわけでもなく、工場団地のど真ん中というような、そういう場所です。またですね、折り返しの列車で、この次の列車に乗車するつもりです。この芳賀高根沢工業団地、もうこういう感じで行き止まりになっているので、ここから先に延伸する可能性というのはないのかなというふうには見れるんですが、まだ分かんないですね。ライトレールなので、ライトレールなのでって表現もおかしいんですが、ちょっと何がこの周りにあるのかとかをですね、ちょっと見て、そんで次のやつで戻ります。結構ね、乗ってて楽しいです。路面電車というよりは、何でしょう、また別の乗り物に、別の乗り物に乗っているような、そういう感じになります。東じゃねえや、宇都宮駅から、この芳賀高根沢工業団地までは、主に全面展望の景色をご紹介しました。途中ちょっと荷物を落としたりとかしたり、場所を移動した時に、ちょっと映像が乱れることがあって、見づらいところがあったことをお詫びいたします。今度はですね、さすがにずっと立ちっぱは疲れましたんで、ちょっと座ってどのような景色をが見られるかというのをご紹介します。おそらく工場の退勤時間とかになりそうだと、またパーッと混みそうなので、その前に次の電車に乗ります。よろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画では、芳賀高根沢工業団地から宇都宮駅東口までの横からの景色をメインにした動画をご紹介いたしますので、どうぞご期待ください。ありがとうございました。当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。現在メンバーシップの収益については当チャンネルの運営活動費に使わせていただいておりますが、今後メンバーズ様が増えたら何らかの特典なども考えておりますので、ぜひメンバーシップにご加入いただければ幸いです。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。